今日は青梅線拝島駅から福生市の日光橋公園を訪ねてみました。ちょうど1年前に、工事中だったのでどんな風になっているのか楽しみですね。そしてこれは1年前の映像です。駅は昭島市に入るんだと思います。そしてこの下はもう福生市ということですね。飲み屋さんも相変わらず変わらずありました。日光橋の案内があって、そして、木のですねアーチがあったんですけれども、この時は確かにありましたね。ここが公園の案内になってます。そして左側には立ち入れない安全のネットが水クライド公園までずっと続いてました。そして現在、日光橋の案内板の先にあった木製のアーチが取り外されています。確かに去年はありましたね。そして左側にずっとあったネット網類が全部外されています。工事は終わっているようです。それではちょっとご案内してみたいと思います。上が国道16号線になります。駐車場がきれいになってますね。1番から9番、そして体の不自由な方の駐車場も含めて、きれいに整備されています。今度は車で来られますね。子供さんを連れても安心です。なお、時間によって閉鎖される5時って書いてあったような気がしましたけれども。子供たちが元気で遊んでいます。本当に楽しそうですね。遊具と青梅線の線路の間に新しい道ができています。これはちょっと思いもよらなかったですね。そうですね、5分ぐらい歩いたでしょうか。そして
階段がありまして、これを降りると玉川上水も、玉川上水沿いの道となります。工事をやっていたんですが、こんなイメージができたんですよね。もうそこがすぐ先が水倉井戸公園です。ここらで引き返したいと思います。なお水倉井戸公園については別の動画で上げてますので、ご覧になってください。私は知らなかったんですが、前に撮った時もこれ階段ありましたから、上の道、線路沿いの道っていうのは前からあったんでしょうかね。それを整備したっていうことなんでしょうか。ちょっと その辺は不明です。すいません。拝島駅方向に向かっています。こちら側が拝島からの線路になります。新しいんでしょうか、遊具が見られます。上に乗ってこう飛んで遊ぶような感じですね。スプリングを利用して、まだこれは揺れてました。もう一つは、そしてブランコがありまして、これがジップスライダーですね。これもなんか新しい感じなんですけど、前からあったんでしょうか。これはなんていう遊具でしょうかね。大規模な遊具ですね。これは前からあったようですが、綺麗に塗り直されています。楽しいでしょうね、子供たちには。今日は青梅線拝島駅から、そうですね、5分もかからないですね、福生市の日光橋公園を紹介してみました。生まれ変わったように綺麗になった公園、そして駐車場も完備されました。お近くの方、おいでになってみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。